こんにちは、ガミです。今日は9月の25日の月曜日です。ということで、もう一回、さっきもやったけどさ、もう一回 Vlog やっていきたいと思います。なんかちょっと昨日と一昨日と空いちゃったからさ、昨日だけか、日曜日ちょっと空いちゃったから、なんか 2,3 本やっとこうかなと思って、まあ、昨日はさ、爬虫類の名古屋レプタイルズショーっていうさ、名古レプ、通称名古レプっていうのに行ってきて、ちょっと子供をさ連れて、子供と一緒に、子供っつってもう大人だけどね、遊んでったもんでさ、んでその後遊んじゃったがゆえにアホみたいに動画編集しちゃって、また朝までやっとったもんでさ、だからもう眠そうな顔しとるでしょう。もう昼なんだけどね、まあそんな感じだったもんでやれんかったんだけど、まあ喋ることなんて腐るほどあるんだけど、毎日なんか起こるし、あとはその事業のことだったりとか、なんかいろんなことあるんだけど、俺さっきの Vlog でも言ったけどさ、チャゲアスのこともなんか語っていこうかなと思って、好きだから、どんだけでも、そんなもん言ったらどんだけでも語れるでしょ。でチャゲアスって言ったらさ、みんなさ、セイエスとかさ、ヤーヤーヤーでしょ多分。それぐらいしか知らん人もめちゃくちゃおると思うよ。チャゲアスってセイエスだよね、いやいやいやだよねって人もめちゃくちゃおると思うんだけど、あのね、その中から俺が思うめっちゃいい曲ってめっちゃあるから、なんかそれをちょっと話していこうかなと思って。いいでしょう、知らんけど、チャゲアス好きな人とつながりたいからさ、ぜひ共感できる人がおったらさ、いいねって押してほしいな。まあまだチャンネル登録60人だでいかんけど、ということでチャゲアスですよ。チャゲアスを俺が好きになったのは中学校の時なんだけど、小学校か、なんかそれこそセイエスで入ったかもしれんな。すごい、だってあの曲もめちゃくちゃいい曲じゃん。だけどなんかあの曲のインパクトが強いとさ、なんかラブソングとかさ、なんかそういうイメージある。愛だの恋だのさ、いうようなイメージがあるじゃん。で、もしくはさ、愛だの恋だのか、殴りに行くとか、暴力みたいな。暴力じゃないか。いやいやいやは。まあだけど、まあそのぐらいのイメージなんだけど、俺はさ、何が好きかってやっぱ、その、チャゲ&アスカとか、アスカ、まあアスカアスカっていうのは、歌詞なんだわ。歌詞。歌詞をさ、書くのがもうすごい天才だと思うわけ。アスカって。で、まあ最近さ、まあいろいろ大変だったりとかさ、疲れたりとかした時に、朝、よっしゃ行くぞっていう時にさ、もう今日もいろいろあるなーってちょっと疲れ気味の時に聞くのがさ、ノーペインノーゲインっていう歌。まずはね。まあ、いっぱいあるよ。だからまあこういう風に、今日はノーペインノーゲインについて語っていきたいと思います。下の概要欄にさリンク貼るわ。でもあれ公式かどうかわからんもんで、 YouTube のね、いかんかも。でもリンク貼るわ。これ何、これ警察が詐欺ですとか言ってる。なんかまあなんかさ、そうそう、ノーペインノーゲインについて語っていくわ。めちゃくちゃいい曲で、すごいなんか奮い立つっていうか、さっき言ったその愛だの恋だのとかラブソングとか、あと殴りに行くとか、なんかそういうのだけじゃなくて、俺アスカの歌詞ってさ、本当になんか人生を、人生っていうかその年代年代で思っとることとかっていうのをさ、めちゃくちゃうまく表現しとるなと思って、ほんでその曲に対して共感する人がいっぱいおるってことは、みんな同じ気持ちなんだなーって気づかされるっていうか、まあ、なんなら本当に自分のことだけ考えとったら俺のこと書いとるんじゃないかっていうような歌詞がもうめちゃくちゃあるからさ、だからなんかそういう共感できる言葉をなんかすごい天才だなって思うわけで、さらにその言葉に対してのメロディーの付け方とかがすごいなと思って、でまあすごい好きなわけで、まあチャゲはさ、まあって
まあ、チャゲが好きなのはそのメロディーとかに対して、ハモリとかめちゃくちゃいいしさ、その、いいよね、なんか、一人一人でも成り立っとるのに、二人になったら無敵みたいなさ、なんかそういう感じがすごい好きなわけ。まあだけど、なんか今喧嘩しとるでしょう、よくわからんけど。でも、来年あるんじゃないかなって俺はすごい期待してる。45周年で、一回あるんじゃないかなってめっちゃ期待してる。あ、それはいいや。ノーペインノーゲインの話か。めちゃくちゃいい。まず、本当に聞いてほしいよね。概要欄に貼っとくで。公式じゃないけど。歌詞ね。俺2年ぐらい前にさ、10曲ぐらい曲を作ったわけ。ラクーンっていうバンドの楽曲を10曲ぐらい作ったんだけど、それの1曲目に作った歌詞で、ちょっともうマジで、このノーペインノーゲインからパクったでね、パクったって言ったらいかんか、インスパイアを受けたからね。なんていうの、よく言うじゃんみんな、インスパイアを受けてどうのこうのっつって、インスパイアを受けた。まあ、歌詞の中にさ、なんか少しばかりの寂しさも生きる理由ってあるわけ。ノーペインノーゲインの中に。なんだそれ、もうめちゃくちゃその言葉はもう若い時から印象に残ってて、少しばかりの寂しさも生きる理由ってめちゃくちゃいいこと言うやんと思って。だからその、ラクーの方では、この辛さも生きる理由ってパクってない。インスパイアだわ。インスパイアを受けたから。まあ、それぐらいさ、その言葉のインパクトっていうのはすごくてね。で、ノーペインノーゲインっていう曲はね、なんか、比喩っていうのを歌詞って、なんかその直接言わないみたいなさ、なんか何かに例えて言うみたいなさ。だから、なんだっけ、最初は、もう忘れちゃったよ。小舟のようにどんどんこの、椅子取りゲームみたいな波を抜けていく時に、過ちも次の波じゃ正しいって、これめちゃくちゃこんなのはさ、まあ、捉えての、完成次第っていうところがあるじゃん。椅子取りゲームみたいな波を抜けていく時に過ちも次の波じゃ正しい。いや、めちゃくちゃ深いなと思って。で、まあ、俺はその歌詞を、椅子取りゲームみたいな波ってなんかこうさ、こう奪い合いの世の中っていうか、その一つのことを奪おうとしてさ、なんかごちゃごちゃしてやってる世の中の波を抜けていってみたいなイメージで感じてるわけ。まあみんなそう思うか、思うわけとかさ、なんかこう歌詞その後どう風だっけ、まあ、あんま覚えてないけど、例えばね、病を書き込む白いカルテのように、僕の生きる理由は君に書き込んでいたい。何それと思うでしょ。なんでそういう言葉が出てくるって思うでしょ。で、ダメになりはしないさとか、一番はダメになりはしないさ、そうそう、ダメになりはしないさ、ここからは今までよりずっと早そうな時間。これ俺めっちゃ感じるでしょ、みんな。だけど僕は、まだ僕はダメになりはしないさっていうわけ。1番でね。で、2番で同じようなこと言うんだけど、ダメになりはしないさの部分が、ここ、なんか曲聞かんとわからんな。俺めっちゃ曲のレビュー下手やな。今までよりずっと早そうな時間、だけど僕はダメになりはしないさでしょ。で、あれですよ。ここら辺が、ここいらがだったっけ？ここら辺が、僕の答えと思いついてしまう。わかる？なんか、もう、これでいいかなみたいな。だけど僕の、まだ僕の靴紐は切れちゃいないさ、つって。めちゃくちゃいいでしょ。わからんか。まあ、ちょっとぜひね、概要欄に書いとくもんで、ぜひ聞いてほしいんだけど、ほんで、さっきの歌詞がめっちゃいいけど、それに合わせたメロディーっていうのも、
チャゲアスとかアスカの曲ってさ、あの C メロがあるんだ、ほぼ C メロね、 A、B、サビ、C メロみたいな。でそのこのノーペインノーゲインでいくと、この C メロでさ、あの転調するわけ。その転調したタイミングで、あと少しだよなんとか、あと少しだよもう少しだよ、何だったかな、まあ、聞いて、もう聞いてほしいわ。結局語れもんで聞いてっていうだけの話になっちゃうけど、だから最近はね、あのこのノーペインノーゲインっていう曲を聞いてから出かけるんだよね。まあそれ以外にもめちゃくちゃいい曲がいっぱいあるから、あのまたちょっとこのレビューの練習してさ、そのアスカの歌詞とかチャゲアスの曲についてちょっと語っていくわ。ということで今着いたんで、最後まで見ていただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。